さて、小籠包でも食べるかな。いただきます。あ、引き、こんにちは、トイズガオーです。本日はこちら、キュートマテンソーデラックスリューバックルです。はい、こちら前回ご紹介しましたリューツエーダーの持ち主の小籠包が変身するリューコマンダーのバックルですね。1回この前の日曜日の放送では、リューバイオレットでしたけども、そのリューバイオレットのバックルはなんか特急ジャーの特急バックルのようなものでしたけども、リューコマンダーになるとこれがちゃんとしたね、この金色の、転送可能なバックルになるみたいですね。ちょっとまだ本編に出てきてないので何とも言えないんですけども、まあ、発売したということはこのようになるんじゃないかと思います。こちら羅針盤9玉、これは本編の中にね出てきた重要なアイテムみたいですけども、こちらが1個付属しております。ちょっと、ね、羅針盤9玉について説明しておきますと、はい、ネタバレになっちゃうんですけども、この、ね、テレビくんの今発売している5月号に載っていますが、この羅針盤9玉は3つの重要な9玉を見つける能力を持っているということで、バランスとナーガとチャンプが探しに行ったんですけども、この3人でね探しに行ったんですけども、この重要な3つの9玉というのが、トモ9玉はネタバレしてますけども、でこの、あ、でも書いてありますね、補給玉、流骨給玉、まあ、このね3つの給玉が揃うと伝説の船が蘇ると、まあ、なんとなく分かりますね、この先の展開がね。これで、まあ、流骨ということでリューコマンダーのあたりに関係しているものがこの伝説の船ということで、まあ、その辺は今後ものすごく楽しみになりますね。まああんまりね、この関係ないものかなと思ったらすごく重要なアイテムですね、これは。バックルを買わないとこれは買えないということでね、まあ買いましたけども、まあ、この9玉欲しさにやっぱ買っちゃいますよね。それでは開封していきたいと思います。はい、中身はこのようになっております。まあ、キューバックルの時とほぼ同じですね。ここにベルトがついていて、本体と9玉が入っていると。まあ、このベルトの方は大人には負けないので、ちょっと今回もこちらは、そのまましまっておきたいと思います。はい、そしてこちらが、羅針盤9玉ですね。回すライドはこのようになっております。この羅針盤というのが、方位磁石が、ね、真ん中にあって、こう、方向をね、どこに行ったらいいかみたいな方向を指すものなので、このね、MS、EW、ノース、サウス、イースト、ウエストという方向が書いてありますね。
まあ、こちらは、セットして、こうね、押すと、パッと出てきます。はい、キューバックルと比較すると、このようになっております。はい、まあ、形は全く同じですね。まあ、金色と銀色なんでね、まあ、色は全然違うんですけども、まあ、やっぱ成型色がね、この金色銀色というのが、まあ、いつも通りなんですけども、やっぱり物足りなさは感じるといったところですかね。はい、それでは羅針盤9玉を星座ブラスターで音声確認していきます。はい、では最後に九連王での発光絵柄を見ていきたいと思います。はい、ということで今回は九玉転送デラックスリューバックルをご紹介しました。はい、まあこちらのね、キューバックルとの色違いなので、まあ、あえて買う必要もないというところなんですけどもね、まあやっぱりこの羅針盤九玉が本編の中でかなりのね、重要なアイテムとなるので、まあ僕は買いましたけども、まあね、九玉によってその劇中での使われ方が違うのでね、ここはちょっと悩むとこなんですけどもね、あんまりそういうね、まあペガさんとかね、ああいったものもそうなんですけども、劇中全体を通して使うものとかね、各自変身するね、九玉以外のサポート用の九玉とか技九玉とかね、ああいったものは何回も使うものもあれば、一回だけ登場して終わりというのが、大体のものはそうだと思うんですけども、この羅針盤九玉もね、今だけクローズアップされてね、それでこう買って、でまあ後々全然出なくなるっていう、そういった感じになるともうやっぱちょっと悲しいかなと思うんでね、こういう出し方をしたからにはね、九玉自体にもね、活躍してほしいなと思いますね。まあ、本当この本編の中でのことなんでね、まあ、これからもちょっとどうなるかわからないんで、これがどんな意味を持ってどんな価値になるかというのもわからないんで、さっきあのテレビくんに載っていたあのその3つを探したらもうこれは必要ないっていうことになるとね、何だったのって感じになっちゃいますからね。まあ九玉これからもいっぱい出るんでね、1個だけに注目させるっていうのがね、やっぱそういう商法といえば商法だと思うんでね、まあ、
しょうがないじゃあしょうがないんですけども、まあそうなってくるとね、バンダイさんがまた叩かれちゃうかなと思いますね。まあでも今回ね、やっぱこのリューバックルとこの羅針盤9玉をね一緒に出したというのはね、まあ話に合ってるからいいんですけども、あんまりそのね関係ないものが入ってたりするとね、あんま盛り上がらないと思うんで、このチョイスはちょっと盛り上がりがあるかなと思いますね。まあ、なのでこの羅針盤9玉はね、今後どう劇中で使われていくかというのが、今後ねとても楽しみにして番組を見ていきたいと思いますね。はい、それでは以上トイズガオーでした。